車ででこうです今回紹介するのはマイナーチェンジでそのラインナップを充実させたジープの本格オフローダーララングラーですオフロード車の代名詞ジープ直径のモデルとしてそのスタイルとアクロ走破性にこだわってきたラングラー今回のマイナーチェンジでその魅力がどこまで高まってきたのかしっかりとチェックしていきます ラングラーは SUV とは違った本物のオフローダーとして日本でも人気の車今回エントリーグレードが復活したとのことで本物を気軽に楽しめる車として期待が高まりますではポイントを見ていきましょう誰が見てもジープとわかるデザインと高度なアクロ走破性を4世代にわたって継承してきたジープラングラー今回のマイナーチェンジでは デザインの変更と装備の充実、エントリーグレードの設定が行われていますエクステリアではジープのアイコンであるセブンスロットグリルのデザインを変更より冷却性を向上させていますまたアンテナはフロントウィンドシールドに統合されましたインテリアではインフォテイメントシステムのディスプレイを大型化 上級ググレーーーードにはラングラン初のパワーシートが設定されています。エンジンは全車が272馬力を発揮する2リッター直列4気筒ターボ副変速機を備えた四輪駆動システムはハイギアードローギアード後輪駆動オートをそれぞれ選択できる本格的なものを備えています。 グレードの構成ではエントリーグレードとなるアンリミテッドスポーツが復活。七百九十九万円スタートという価格設定としています。日常で車を使うユーザーも少なくないので、まあそのあたりもしっかりチェックしていきたいですよね、うん。そうですね。はい、ということでこの後はいよいよ試乗です。十七インチのオールテレインタイヤを履くエントリーグレードアンリミテッドスポーツを高速道路と一般道で試します。 ジープの伝統を最も色濃く反映したジーープララングラー岡崎五郎がその進化を確かめます。 さあ今日はマイナーチェンジしたジープラングラーに試乗しています。今乗っているのがアンリミテッドスポーツというエントリーグレードですね。外観で目につくのが顔ですね。ジープ伝統のセブンスロットグリル当然ついてるんですがその。 インテリアもう結構変わってますね助手席側のここにファブリックが貼られていてオレンジのステッチがついていたり、まあ、内装なんかも結構いい感じになってきました。 あと面白いなと思ったのがこのスポーツに限ってのことなんですけれどもサイドステップがないんですよでこれ乗り込むのも結構大変ですどうもこれ自分で好みのドレスアップしたいよっていうような人のことを考えての措置なんだそうですがまあサイドステップはやっぱりこう標準であった方が僕はいいんじゃないかとは思います エンジンに関しては3.6リッターのロキットエンジンはカタログから落ちてこの2リッターの直四ターボ1本になりましたこの2リッターターボすごく気持ちのいいエンジンなんですよ下からトルク出てますしで回していった時も、はい、こういう軽快な音を響かせながら走ってくれます 前回登場直後にこのステアリングの収まり良くないなってことは罰にした覚えがあるんですが今回これ相当良くなりましたねこのステアリングの中立付近結構キュッと締まってますしそこからステアリングを切っていった時の反応遅れもいやもうあの前と比べるとかなり低くなってます。 こ,れこのタイヤはかなりオフロード寄りのタイヤに見えるんですねで普通に高速道路走ってる時の静粛性なんかも結構悪くないですねザラロを走ってますがむしろうるさいのは風音ですよねでそのぐらい静粛性高い、まあ、この辺りはやはりフレーム付きの車のアドバンテージ出てますねはい一般道に降りてきました この車僕以前ルビコントレールで本当に険しい山を走ったんですがこれ最高のオフローダーダえこんなとこ行けるのっていうところも難なく行けちゃうぐらいの底力を持っているんですがこうして普通に一般道を走っているとそうですね、あのー、乗り心地もそんなに悪くないし、えー、取り回しもそんなに悪くないし荷物もいっぱい詰めるし。 で後席もちゃんと人が乗せ乗れるしというまあ実用性がすごく高い、えー、そこも人気の一つなんだろうと思います。まあ特に今回マイナーチェンジで高速道路でも感じたんですけど、なんかこうハンドリングとか乗り心地とか乗り味がすごくあのー、洗練されてきてますね。で今路面荒れたところを通ってるんですが。 はい、あのー、やはりちょっとゴツゴツ感はありますあるんだけども特に前席に座っている限りはこのバネ植えのゆすられ感もすごく小さく抑えられてますねで四輪独立けんではないんだけれども、うん、このくらいの乗り心地だったら十分普段乗れるなと感じますはいワインディングに入ってきました、まあ、以前ののララングラー特にこの スポーツグレードはオフロード志向の強いタイヤを履いていたこともあってワインディングを楽しむっていう感じではなかったんですねところがまあこれ相当よくなりましたでライントレース性もいいですしなんならもうちょっとペース上げてワインディング楽しんじゃおうかなっていうような雰囲気も出てきましたまあそれ自体とてもびっくりですよねこれはね今回ののマイナーチェンジの もしかしたら一番大きなな進化点かもしれないですねマイナーチェンジした新型ラングラーなんですが僕はもうこの車やはりルビコントレールで究極的な実力の高さにハートをしとめられている状態で今回 これに乗ってみていやもう日常性も良くなったよねということが確認できてますます好きになりました価格的にはデビュー当時よりもまだまだ高いんですけれどもでも今回ちょっと値段を下げてきてくれたというのは、えー、まあ本当に嬉しいことだなとは思います ででは燃費の報告です今回180キロ走ってリッターあたりキロでしたただ、えー、これ前回同じエンジンのモデル乗って9.5キロだったんですよ。で今回、試乗会ということでおそらく前乗った人が相当燃費の悪い運転してたんじゃないかなということでこの6.9キロというのは参考程度にとどめておいていただければと思います。 トンちゃんどうでした。はい、前に乗った時は、うん、なんかフラつきがちょっと気になるなと思ってたんですけど、けね、はい。でも今回五郎さんのハンドル操作、うん、後ろの席で見ていると車がスムーズについてきて揺り返しが減ってるなっていう印象でしたね。うんうん、かなりオンロード性能高まってきましたよね。そうですね。はい、はい。ではここでジープラングラーのユーティリティチェックです。試乗したアンリミテッドスポーツでチェックしました。 まずはへの乗り込みです、まあ、背も高いし地上高も高いということで,で今回、ですねこのアンリビテッドスポーツステップがついてないじゃないですか、うん、この高いフロアにいきなり乗り込むということで <laughs> ここにそうそうでもハンドグリップがついてるんで体をなんとか支えながら高い位置に座るという印象です。まあ、開口部はそこそここ広い感じですね、うん 実際の空間です身長1 6 2センチの私で膝前を測るとげ、うんこつ3つそして頭上はこれルーフが外せるようになってるタイプなんですけど、うん、閉めた状態だとげんこつ3.5個入りましたでこのシートの座面なんですがちょっと短めで私の身長でも少し膝が浮くんですよ足の長い人だとちょっとゆらゆら揺られるかもしれないですね。うん でエアコンの吹き出し口がありここにサイドウィンドウのスイッチがついていますさらに下にはドリンクホルダーが2つありましたラゲッジスペースこれ実は横開きになっていて2分割になってるんですね、うん、で横に開く方はこのようにほぼ90度近く開いてくれますし上の方はそのままスッと開くと開いてくれるほぼ四角い開口部が現れるとで横は少し迫ってるんですけど奥行きはかなりありますね でこの床下なんですが開けていくとここにトランクがちょっとありましてはい、はい、洗車道具とか隠せそうですし、うん、あとは60対40の分割可動式のシートちょっと段差はありますがキャンプの荷物たくさん詰めそうですね、うん、あのちなみにサイドステップは標準ではついてないんだけどアクセサリーでは用意されているそうですねなるほど、はいえー、こののの後はインポータータ担当者の方にお話を伺います。 はいジープといえばこの方ですステランティスジャパンの渡辺さんですよろしくお願いしますしお願いしますあの2018年に車が出て2019年にね、はい、番組で紹介させていただいたんですけれども、ねはい、まああれから5年ぐらいですか経って、はい、どうですかこの、えー、現行ラングラーの市場でのその人気ぶりっていうのは。はいはい 非常に人気で、まあラングラーで第四世代になるんですけど、はい、この JL 型っていうんですけど、うん、JL 型出したって今までの世代でやっぱり一番売れてまして累計で2万5千台は超えております。この人気の秘密って渡辺さんとしては、はい、どんなところにあると思いますか。やっぱりあのデザインもう一言でデザインですね。で実は私お客様にもインタビューを何人か何人かにさせていただいたんですけれど、はい、やっぱりこう。 自分がラングラーに乗っている自分が好きっていう方がすごい多くて、うんうん、あの胸のデザイン、はい、あのスクエアなあそこがもう本当に売りの唯一のポイントだと思います。うん、あのインスタなんかでも、はい、JL ジープラングラーを置いて写してる人、はい、結構いますよね。いますね。うん、はい。最近女性にも人気なんですよね。ねジープ女子とか<ー>結構いらっしゃいます、ね。なるほどね。 今回僕あの載せていただいたのはスポーツという一番エントリーグレードなんですけれどもあのこれが復活したのも大きいなと思っていてやっぱりその円安とかねえ部品不足とかで本国のインフレとかいろんなことで値段上がっていっちゃいましたよね。でやっぱりこうスポーツエントリーグレードを復活させるってなんとか800万切るって ここれは相当頑頑張張ったたととろ頑張りました <laughs> あと、えー、とお客様の層を広げたいっていうのも実はありまして、うん、あのジープって多分他の競合の方とメーカーと比べると年齢は若いんですねさら<う>に今20代の方に実は売れてるっていうのが、うん、うちの,の首都圏のディーラーさんの声もあったので、うん、ちょっと若い方にもうちょっと層を広げたいのとあと年齢が若いだけじゃなくてうん、うん、若いマインドを持った、はい、もちろんあのエイジレスの方たちにアピールして なるほどね何かちょっと全然キャラの違うブランドなんですけど、はい、ポルシェもいろいろあるけど中心にいるのは911だねみたいなそんなのがあるんですけどやっぱりこのイメージとかの核になるのがラングラーになりますので。うんうん あの結構お客様はあの乗って駐車した後に二度見しちゃうぐらい。はいうん、ラングラーが好きっていう声も結構あるんですよ。あとやっぱラングラー買った理由が街中で見てかっこよかったから。っていうか、すごい多いんですね。で、やっぱ本当にあのデザイン楽しさっていうところだと思います。うん、なるほどね。はい、やっぱり今どんどん s. U. V. が増えてきて。うん 乗用車的なモデル多くなってきたじゃないですか。それと明らかに違うっていうのが重要なんでしょうね。そうですね。で、こんあのまあラングラー第四世代になりますし、うん、今回も変わりましたけれど、絶対変えちゃいけないのがあのフォルムなんですよ。はいはい、あのスクエアのフォルムってもう何十年も変わっていないんですね。うん、そこは本当にあのモデルの DNA っていうところなので、うん、変えちゃいけないところでございます、うん。どうでしょう、渡辺さんとしてはこのラングラーを ですか。もっと大勢の人に乗ってほしいのは、それとも好きな人だけ乗っていればいいやって。どうですか。あの、それ好きな人に乗ってほしいっていうのが、割とその十年ぐらい前の。我々の考えだったんですよ。で、当然そのコアな層っていうのは、もちろんあの大事にしていくんですけど、うんうん、やはり多くの方に。乗っていただきたいなっていう思いがありますし。うん、結構若い方とかって、ラングラーってファッションの一部みたいな。捉え方をされてたりするので、やっぱり私。 我々としては、そこを広げていきたいなっていう思いはございます。はい、なるほどね。はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、ここでジープラングラーの評価にいきたいと思います。僕の評価は、このようになりました。圧倒的な個性と存在感を持っている車ですよね。で、さらに今回、マイナーチェンジで。 オンロード性能が大幅に進化してきたとでサスペンション系がどこかいじったこと,ところあるんですかってインポーターの方に聞いたら特にないっていうのでおそらくタイヤが銘柄が変わったっていうところが大きいんだと思いますですから現行のモデルに乗ってるお乗りの方、えー、タイヤ交換の時期に来たらこのね、えー、マイナーチェンジ後の 車が入いているタイヤに交換するとかなりオンロード性能高くなるんじゃないかなと、えー、そんなふうに思いますで一方バズこれ若い世代にも乗ってほしいと渡辺さんおっしゃっていたんですねで分かるんですけれどもこれデビュー当時2018年494万円スタートだったんですよそれが870万円になってそして今回やっと799万円800万円切ったということなんですが、まあね、あの2018年当時エンドルレートが110円ぐらいだったしいろんな物価が上がってる中でしょうが なないなとは思うんですけれどもでも799万円まだまだ若い人にはちょっと手が届きにくいのかなとそんな風にも思っちゃいます。はい 私は丸なポイントえ、これは洗練さが増した走りと日常,性の,あ日常の安心感アップですね、まあ、洗練さが増した走りは五郎さんがオンロードの性能上がったっていう、うん、まあそこがですね、うん、まあ私もすごく後ろの席に乗っても感じましたし、うん、快適になりましたしあとは日常性の安心感という意味ではあの車庫入れをするときに、うん、まあ今回あの、ナビなどを表示するディスプレイ周りが最新世代のものになって画面の解像度が結構高いんですよ。なののので車の周囲の 状況を確認できるモニターがすごく見やすくなったのでうん、うん、これは安心できるなって思いましたスマホとの連携機能もついているので音楽再生なんかもしやすくなってますねそしてバッテンこれはあのエンジンは直4 2リッター,ターボの。うん まあ従来6気筒の3.6リッターでしたっけ、っ自然吸気がね、はいであのまあ、今回の2リッターターボって、この車が小さく感じるレスポンスの良さ、うん、これが魅力的だと思うんですけど、うん、でもやっぱり、この大陸をゆったり流すようなあのトルクで走る感じっていうのを、うん、なんか他のパワーユニットで実現してもいいのかなっていう気はしますね。うん、はいということで、2人の評価はこのようになりました。エンジン ここで視聴者からのメールご紹介します愛知県50代の方先日数年ぶりに東京へ新幹線で行きました、うん、時間も正確だし感動しました、うん、でも快適なところは新幹線の車内だけで駅の構内や在在来線は人ごみで混雑、うん、やはり車がいいな、うん、お二人は仕事で列車や飛行機使うと思いますが、うん、やはり車がいいですか確かにねあのー 愛知から神奈川だったら僕だったら新幹線使う派ですねで着いたらレンタカーで移動するっていう派なんだけどでもこれねあのともちゃんは真逆だよね私は九州でも北海道でも車で行きますねそうなんだよねでもね僕もねそういう旅が嫌いなわけじゃなくて例えば時間に余裕があったら自分の車でフェリーで九州とか北海道行って 向こうでね、ゆったりとした車旅を味わってみたいななんて思うし、もうこればかりはどれが正解っていうわけではないんだろうね。そうですね。最近はパークアンドライドとかいろんな発想もありますし、うん、まあ C O 2を社会全体で減らすという意味では、うん、鉄道と車をあのはい、はい、ねいろいろうまく組み合わせるっていうのもありですよね、うん。そうだね。でもね、あの車で長旅をするっていうことになった時に、今回のラングラーアニメテッドスポーツ乗ってみて、やっぱ高速道路で安心して走れる。 っていう足回りの進化って、これ相当大きな進化だよね。家族で乗ってアクティビティ楽しむモデルだと思いますし、うん、キャンプ場までって意外と都市部から距離あったりしますし、ねうん。そうそう、だから疲れて帰ってくる時でも、この車あったらもう安心して乗ってられるなっていうのすごくね、いい点だと思います。あとは僕、あのバスに価格のこと言ったんだけど、逆に言うと、あれだけ価格が高くなっても。 買う人がたくさんいたっていうのが、まあ、このラングラーの。すごいところ、唯一無二の存在、他にはない存在感。っていうとこ、まあ、示しているんだろうなと思思いましたね。はい、いろいろある中で、ラングラーは普遍的なモデルっていうことですね。で,すねでは、また来週。旬のニューモデルを。 モータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また、番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life.